理想のピンクちゃんが私この間のライブにお邪魔した時にもうごめんなさいめっちゃ言ってたんだけどめちゃくちゃなんかこの間のライブにお邪魔して特典会の時にずっとお話ししたいなって思ったの持ってきてたんですけれどお二人見たら忘れちゃって聞けなかったことがあって私が髪を黒くするかちょっと明るく茶色くするか迷っててどっちがいいと思いますかって聞きたくて、どうもレイちゃん。でもレイちゃんを見て黒にしたいと思ったんですけれど、うん、似合わないな茶色にしようかなと思ったよ。でも絶対黒いの似合う。えそれは染めてる。これ染めてる茶色です。もともともっと黒い。黒いです。でも似合うかな。絶対なんか雰囲気が出て黒だとすごい締まって可愛いと思うけど、なんか明るいと可愛いこれ。もっとなんか柔らかい感じかな。どっちか悩んでるね。でももう多分ここで何色って言われたら多分それにするので、ここは人生それになっちゃう。人生もずっとなります。ピンクがいいんじゃない。あ、いや、ピンクか。ピンクじゃくだな。ピンクだ。じゃあ、はい、スタッフさんの皆さんごめんなさい。この子ピンクにします。ピンクです。これ言っときます。これもう首振ってる。ダメとの。そうだ。じゃあ、私がね、好きな髪色にしていいよってなったら、リエちゃんのようにピンクにします。じゃあ、乃木坂ピンク2人になるかもしれないです。そしたら。そうだね。私とも、ね、ピンクちゃん組が増えるかもしれない。っていうのを聞きたくなっちゃった。ごめんなさい。急に挟んでアンケート。市場が私から始まったから、このなんか市場が。市場挟むよね。ピンクが可愛いってところからね。よしよし